エボリューションシリーズは GE トランスポーテーションシステムが開発した電気式ディーゼル機関車のシリーズである。アメリカ合衆国環境保護庁による鉄道車両の排出ガス規制、ティア a 2に対応するため2億5000万ドルの費用と6年の歳月をかけて開発された。2003年に量産先行機が製造された。主電動機は直流。 交流のいずれかを鉄道事業者の要望に応じて装備する。搭載するエンジンはジェボ1 2気筒エンジンで過去の GE 製機関車の主流だった FDL16 気筒エンジンの出力に匹敵し、かつ燃料消費量の減少や環境汚染の軽減が図られている。環境対策の数値として GE は下記のように列挙している。 ノーフォークサザン鉄道 7632S40DC CSX トランスポーテーション 5349ES44DC BNSF6186ES44AC 北米向けには4車種が製造されており各車種とも3軸台車を前後に配置した6軸車となっている軸配置は CC 形式の ES は エボリューショナザリーズの頭文字であり、続く数字は、出力を馬力で表した数値の1500の位。末尾の英字は駆動システムの電気方式を表している。輸出者は、形式の末尾に、愛が付与される。ダッシュ9から 40CW の後継車種。直流電動機を搭載し、出力は4000馬力。すべてノーフォークサザン鉄道に納入された。 ダッシュ9から 44CW の後継車種。直流電動機を搭載し、出力は4400馬力。最初は、BNSF 鉄道と CSX トランスポーテーション、カナディアンパシフィック鉄道に納入された。輸出向けとして、ES44 度 C があり、オーストラリアのピルバラアイアンが導入した。砂漠の中を運行するオーストラリアでの使用条件に、 合わせ、ラジエタを拡大したため、全長が長い。AC4400CW の後継車種。交流電動機を搭載し、出力は4400馬力。ユニオンパシフィック鉄道、BNSF、カンザスシティサザン鉄道、カンザスシティサザンドメキシコ、フェロメックス、カナディアンパシフィック鉄道が導入。 CSX トランスポーテーションは2007年末から2008年にかけて125両を導入する。主として石炭輸送列車に使用する予定だったが、他に様々な用途に使用されている。追加 CSX が導入してきた ES44R と呼ばれる粘着力を増加させたタイプの機関車がユニオンパシフィック鉄道でも導入された。 正確なロードナンバーの境界は明確ではないが、2014年に製造された8 1 0 5号機あたりで機関車への表記が C45R と変化した。従来の C45 アクトと表記された機関車との相違や CSX の ES44R と表記された機関車との際についての詳細は不明だが、アップ機では引っ張り力を増加させるために、 機関車の総重量を増して196トンにとした。CSX の ES44R には自己相打台車であるステアラブルトラックが採用されているが、アップ機では従来からのハイアドトラックと呼ばれる台車を踏襲した。蒸気の ES44AC から派生して誕生した車種である。BNSF 鉄道は順調に増備を続けてきた。 ES44DC と ES44AC の優れた特徴を継承する機関車として AC 機ながらも製造コストを下げ、かつ起動時の引っ張り力を6同軸の DC 機とほぼ同じに保つことができる機関車の製造を GE 社に要請した。GE 社がこれに応える形で2009年に登場させたのが ES44C4 である。 したがって ES44DC に変えて増備したと推測される。日本国内でもかつては6同軸の直流機に対して、交流機は4同軸でも、ほぼ同等の引っ張り力を発揮できるとして、ED75 型に代表される機関車たちが製造された経緯があるが、これらはいずれも直流電動機で、日本の過去の事例とは根本的に異なる。 BNSF 鉄道では、テストの結果が極めて良好だったために、その後、1000両を超える ES44C4 を発注している。電動機の搭載数が6機から4機に減少している。以外は、ES44AC と同様である。拡大車の中央の軸を無動力化し、軸配置も A1AA1A となった。末尾の4は4同軸を表す。 2011年11月時点では BNSF 鉄道のみが導入している。本形式には空転を検知して軸重を自動調整するトラクションコントロールシステムが搭載されている。現地で実際に貨物列車を牽引する場合 ES44DC と ES44C4 の混成が目立ち、石炭輸送列車などの重量貨物列車の牽引には 使用されず、長編成のマニフェストトレインや、インターモーダルトレインを酔え、連程度で牽引する場合には、1両、ないし2両が入ることが多い。ES44C4 は、電動機が4機であるため、6機の DC 機に比べ、創出力が低下。ES44C4 だけの他10連では、牽引定数が低くなるためと推測される。前が ES44DC、後ろが、 ダッシュ9から 44CW。車両後部のラジエタのウィングの形状や、長さ、運転室後ろの機器室など、両者の違いがよくわかる。外観は全身である、ダッシュ9シリーズ、AC4400CW と、類似している。直流型、交流型ともに乗務員室の後ろ左側に、巨大な機器室があり、交流モデルではインバータが収納されている。 直流型のダッシュ Q ではこの機器室が小さいことから交流型との識別ができたが本シリーズでは直流型と交流系を見分けるのは困難である以前のデザインでは煙突とラジエタのウィングの間に大きな空間があったが本シリーズではそれがなくなっているラジエタは旧来のシリーズよりも非常に長く煙突近くまで伸びている AC6000CW のように、後部に、オーバーハングが設けられている。このウィングの下部の斜めになった部分は、旧来は一定の角度であったが、本シリーズでは異なった二つの角度で構成されている。屋根の前方端部は、コブのように盛り上がっており、熱交換器が搭載されている。台車は、ハイアードタイプが標準で、ソーダ台車がオプションとして用意されている。 両数は随時変化するため、本項目の英語版の最新情報を参照されたい。ありがとうございます。